可愛い子発見ありがとうございます。おはよう、ムザビットありがとう。沼にハマりに来ましたってありがとうございます。可愛い子発見ありがとう。いやいやいや、みんな来てくれてありがとうございます。よいしょ。おはよう、ブザービートありがとう。おはよう、かわいい子発見ってありがとうございます。おはよう、てい、ありがとう。めっちゃ眠い。めっちゃ寝る。あのさ、昨日寝るの早かった気がしたんだけど、寝落ちしたんだけどさ、あ、でもちゃんと布団では寝たんですけど、ね、寝落ちしたんだけど、なんか寝たっていう感じなんだけど、私本当になんか睡眠時間もうちょっと増やしたいな。1日24時間じゃなくてさ、倍にしてほしいな。おはよう。昨日3期生の春祭りのオフショットが当選してたって。あ、本当ですか、おめでとうございます。ね、オフショットいいね。ウザビートありがとう。かわいこ発見ありがとうございます。まだ寝足りないです本当に、うん、でも全然あれなんだよ、本当になんか結構寝たんですよ、うん。おはよう、今日は可愛いところにお出かけだから、はるかちゃんのアクスタ連れてくんねって。え、嬉しい、ありがとうございます。おはよう、可愛い子拝見ありがとう。昨日自分も10時間寝たよって。あ、本当ですか。え、ね、10時間で足りますか、睡眠時間は。ちなみに私は10時間は足りない。可愛く拝見ありがとう。ブザビートありがとうございます、ね、もう少し睡眠取らなきゃかもねって。うん、いやでもね、疲れてはないんだよ。でも私なんか睡眠時間本当に多くないといけない人間かもしれない。うん、なんか普通に12時間でも足りないっていう時ある、睡眠時間が。なんだろうね、私の体がやばい。沼にはまりに来ましたってありがとう。はるちゃん、おはちゅんちゅん、職場に着いたよ、またねって。来てくれてありがとう。おはよう、お仕事頑張ってね。かわいこ発見ありがとう。沼にはまりに来ましたってありがとう。おはようございます。おはよう、有給消化で休みなのでまだ布団の中で見てますって。あ、本当ですか。へえ、ね、いいね、布団の中。あっちは最近はなんか
うちは最近はね、布団から出て頑張って過ごしてるんですけど、この時間以降二度寝しないようにっていう感じでね、起きて頑張ってるんだけど、なんか最近さ、座ったままでもさ寝ちゃうみたいでさ、やばい。布団じゃなくてもなんかいろんなところで寝ちゃうんだよね。もうあれだよね、もうここまで来たらさ立ち寝しちゃいそうなんだけど、座って寝ちゃうから、ね、10時間足りすぎだった。あら、私は足りない人間だ。おはちゅんです。超絶可愛いチュン発見って、ありがとうございます。おはちゅん、おはよう。春は眠くなるよねって、いや一年中眠くなるよ一年中だと思いますね。ブザビートありがとう、ね、それは結構寝るねってでしょ。おはよう。自分も若い時そうだった。じゃあ大丈夫か。おはよう。中姫おはるかございますって、おはるかございますです。おはよう。はっちゃんおはモーニングって、おはモーニングです。来てくださってありがとうございます。ね、二度寝も気持ちいいよねって、あ確かに。逆に私ね、まとめて寝ないで一回起きてまた寝る方が、あーもうよく寝たなっていう感じなんですよね。なんか寝たなーっていう感覚なんですよね。だから本当にたくさん寝たいっていう時は目覚ましをたくさんかけてるんですよ。でも逆になんかかけすぎると目覚めてしまう。布団と仲良くなりたい、仲良くしたい派ですって。わかります。お布団が出させてくれませんってね、私もそれよく使ってた言葉ね。モバメの写真は漏れてはないですよ。写真ね、写真はふざけて撮った1枚ふざけて撮った3枚の中の2枚目です。あと1枚ある。可愛く発見ありがとう。眠い姫になる、やばいね。なんか褒められてるみたいになる。ハイチュンってどこでも寝れる人なのって、いや違いますね。私車の中とかでは寝れるけどさ、なんかでもそうだ、私どこでも寝れるかもしれない。なんかさ1月1日にさ初日の出を見に行ったって言ってたじゃないですか。それでなんか友達がなんだっけ、さこういうやつ、こう座れるやつ、なんだっけブザビートじゃない、違う、下に敷いてさそこに座る、なんだっけ、レジャーシートだ、それだ、レジャーシートを持ってきてたんですけど、私そのレジャーシートで寝っ転がってたんですよ。そしたら寝てた、寝てたんですよそれで初日の出はね、はるちゅんたちは日の出が出る3時間前から行ってる派なので寝てたんですけど、それでなんか友達のマフラーとかなんか全部なんか
かけられてて寝てたら、で写真も撮られてた。で学生の時は授業中に寝たりもしてたって、いやなんかね、授業中で寝てる人をあのがなんかいて、それでなんかめっちゃなんか注意されるじゃないですか、なんか何度か起きろとか寝るなとか言われるじゃん。それを見あのそれをあの見てたから、あの名前を呼ばれたくなくて、なんか恥ずかしいなって思って、だから授業中は寝てないけど、授業の後のさ休み時間あるじゃないですか、その時に寝てましたずっと、ね、だから授業中は全然寝てないんですよ本当に偉いから、うん、いやただ注意されたくない人間だったんだけど、ね、赤ちゃんみたいに寝るんだって確かに、ね、そう赤ちゃんみたいにね、最近あれかも、体質が赤ちゃんになってきたかもしれない。立ち寝、若い頃高所作業中に寝たことあったわって、怖くない？え、それは寝れない、高いところ、高い、これなんて読むの、怖い、わかんないね。今日も春祭り楽しみだねって、めっちゃ楽しみ。今日は杉本萌ちゃんの企画ですね、担当が何をやるのかな、気になりますね。おはよう、寝る子は育つって、 ね寝る子は育つってね、寝る、私は結構育ってきてるかもしれない、でも身長だけが育ってきて、あの脳みそは育ってないんですよ。猫屋 MC でスイスイが朝起きれないんで、目的地まで移動する、あ、なんとなんだっけなんだっけ、ロボットだっけ、違うな、ね、移動する布団だっけ、なんかあれでしょ、なんかベッドかね、欲しいらしいですね。おはよう、沼にはまりに行きましたって、ありがとうございます。あ、時間刻む派一緒って、あ、本当ですか、それは嬉しいですね。むざびたありがとう。え、食べながら寝たりは最近はしてないんですけど、あの小学校3年生ぐらいまではなんか眠くなってもうコクコクしながら寝てる時が多かったけど、私のあの家庭は17時ぐらいにご飯なので、16時17時にご飯なのでね、だからあんまり、うん、まあ大丈夫な気がする。あ、うん、そうだ、いや、え、あれそうだったっけ、覚えてないわ、待って、確かそうだった気がするね。ね、たくさん眠るから背が伸びたのって、え、わかんない、あ、でもあれですね、なんか中学校までは全然寝てなかったんですよ。小学校の時は部活やってて、なんか規則正しい生活をしてたんですよ。普通に12時前には寝て、で6時ぐらいに起きて、あ、6時ぐらいに起きてか、6時ぐらいに起きて、であの部活行ってとかで、それを繰り返してて、それでなんか身長全然伸びなかったんですけど、
なんか中学校1年生の夏休みに、休みの日なんか18時間ぐらい寝て、なんかそれを毎日繰り返してたら、なんか身長がぐんぐん伸びるようになってきて、そう、中学校から睡眠時間が変わった、私の、なんででしょうか、いつからこうなったのかは分かんない。可愛く拝見ありがとう。オフライン申し込んでしまいましたって、嬉しいですよ、ありがとうございます。あ、そういえば受付開始中だよね、受付開始中だよね、よしね、おしゃべり会受付中って、忘れてた、いつも告知しようとすると忘れちゃうんだよね、日にちを。おはよう、仕事行ってきますって、行ってらっしゃい、お仕事頑張ってね、ねえ、おはよう。あ、高いところ、昔は平気で寝てた、今考えると確かに怖いって。なんかさ、昔はさ、なんか全然さ、私もさ高いところとか苦手じゃなかったんですけどさ、なんか最近なんかわかんないけど、なんか昔大丈夫だったことが苦手になってきたことが多くて、なんか高いところもそうですし、なんか虫とか、なんかなんだろう、なんかなんだっけ、あとなんだっけ、あとなんかあったんだよね、苦手になったところ、あ、乗り物酔いかするようになってきてる最近。なんか車とかの酔うのは、なんか車酔いは、あの、何、全然あのバスとかは大丈夫だけど、普通のなんか車とかはなんか酔っちゃうみたいな。で最近さ、エレベーターでも酔い始めてさ、なんかもう分かんない、何が酔って何が酔わないのかが分かんなくなってきた。ファミレスとかで徹夜すると食べながら寝る友達いたんだって、ね、すごいね、そのこうね、可愛い子発見ありがとうございます。牛乳とか好き、飲むと背が伸びるとかって、いや私牛乳はめっちゃあの好きではない、あの好きではないけど飲めます、なんか好んで飲んでないから、あんまりなんだろう、なんか学校とかなんかいろんなところで飲む機会はあったんですけど、なんか牛乳単品、牛乳だけを飲むっていうことは家とかではしないんですよね、うん、ねえ、いつからこうなったのかわかんないです。でも高校生、高校、もう高校卒業したじゃないですか、高1高2とかの時の睡眠時間は4時間とかだったんですよ。なんかショートスリーパーっていうんですか、なんだっけ、ね、4時間とかそんな感じだったのに、なんか高3になってなんか生活リズム狂い始めた。睡眠の楽しさを知っちゃったのかな、南川の体。かかとに刺激を与えると身長伸びるの？あ、本当ですか？やってみようかな。おはようちゃん、今日も可愛いってありがとうございます。おはよう、ね、おはようございます。はるちゃんが朝から頑張って配信してるからそろそろ布団から出ますって、え、それはなんかありがとうございます。お腹空いてきましたね、南川。
やっとちょっと会って話せるって、ね、そうですね、オフラインの日程も追加に なりましたし、あの予約もできるということで。あ、え、これ飲みたい、ありがとう。うん、やったね。今ねカフェオレもらっちゃった。このカフェオレめっちゃ好き。これカフェオーレ、カフェオーレなの、これめっちゃ好き。ムザビートありがとう、ね、大人になると苦手なものが増えるよってね。だよね、わかる。ハルチョンを知って、もっともっとハルチョンを見て、もっともっとね、ハルチョンをいじってって。あ、それ元ヤナのちょっとパクリやん。ジャングルジムで落っこちてから高所恐怖症になりましたって。あ、待って、高所恐怖症、あ、ありがとうございます。あの振り仮名、あの読み方、あの振ってくださって。でも高所恐怖症はね、読めちゃった、なんか、うん、なんか読めちゃった、うん、ね、エレベーターで酔う初めて聞いたって、わかる、私もびっくりした。なんかこう登るのも降りるのもなんか酔うエレベーターと酔わないエレベーターがありまして、なんかガタンっていうなんかやつあるじゃないですか。そういう系は酔いますね。かわいこ発見ありがとう、ブザビートありがとうございます。おはよう、ね、沼にはまりに来ましたってありがとうございます、ね、朝食食べたら眠くなってきましたって。え、だよね、私もさ、ご飯食べたらさめっちゃ眠くなる体質の人間だからさ、その気持ちはめっちゃわかりますね。まおちゃんおはようございますって。あ、まおちゃんってわかったね、そう、まおちゃんです。かわいこ発見ありがとう。2時間だと昼間ふらつきそうです、大丈夫でしたかって。え、大丈夫だったんですよね、本当に。なんか大丈夫だったけど眠かった、うん、けどなんか1年2年とか続けてたら全然それがなんか大丈夫になってきて、うん、でも、うん、慣れですかね。なのになんかあれなんだよね、高3になってから十何時間とか寝ないといけない体になっちゃってる。なんでですかね、もうこれも慣れかな。ね、部活やめるとリズム崩れるよねって、俺もそうだったもんって。あ、私も多分それかもしれない。可愛い子発見ってありがとう。ちょっと高級なカフェオーレなのこれ。そうなの、なんかすごい美味しい、これめっちゃ好き。おはようございます。高所恐怖症は書け、あ、読めても書けないんでしょって。いや書ける。高所恐怖症はなんかよく書いてる、書いてた、あのなんかで書いてた、書いた記憶ある、ね、あの高所恐怖症だけ書ける。なんかでもさ、漢字ってさ読めるやつもあるけどさ、読めても書けないっていう漢字があるじゃないですか。なんかね、可愛いって言葉はるかのためにあるようなもんなんだよって、ものなのね。それはなんか嬉しいですね、うん、おはようございます、来てくださってありがとうございます。
ございます。油圧式のエレベーターってこと？分かんない。おはようございます。土曜日の公園行くのでオレンジ色のペンライト見つけてねって。ねえ、見つけますよ。 ありがとうございます。かわいこ発見ありがとう。うざびたありがとう。ね、極端に睡眠多くなったって。そうですね、睡眠時間多くなりましたねおはよう。慣れだって。自分もショートスリーパーというか短時間に慣れただけだからって。なるほど。じゃあ慣れればいいのかな。最近はなんか一度寝たら本当に起きれない、ね、なんかまるで眠り姫みたいな感じですね。なんか起こされても起きれないんですよ全然ね。だからどうやって起きようかなって思って、あの最近は腕を引っ張ってもらって、あの起き上がらせてもらってますね。かわいこ発見ありがとうございます。なんか最近は音だけじゃ起きれなくなってしまったようです。体ね、そろそろ出かけんとおつちゅんってね。いってらっしゃい、おつちゅん。ショートスリーパーはかけるって、え、英語ですか？ね、英語はかけないですね。はるちゃんは英語無理です、本当に無理。でもあの数字はあの1から17までかけます。あ、そう、1から17までかける英語はね。他の単語はあでも曜日はかけるね。サンデーマンデーチューズデーって。でもあの水曜日と木曜日はかけないです、無理、難しい。え、かける自信がない。あれであの単語で合ってるのかわかんない。昨日上手かな、下手かな、あ、下手か、絶対下手だね。これ下手最前列席だったから、チュンがいたら何度、あ、チュンがいたらと何度も思いながら見てたって。え、そうなのね。チュンあれだもんね、下手側だもんね。あの下手側が多いからね結構。まあ上手も行くけど、あの曲数的に下手が多いから、いや上手半々くらい、確かにそうですね。何時に寝ても7時半に起きる体だが俺はって、すごいね、すごい。寝るのってめっちゃ気持ちいいんだよねってわかるね。ショートスリーパーだけど寝たい日はどんだけ寝ても、あ、どんだけ寝てられるしって、すごいね。え、生活リズム狂いませんか？なんか寝たい日さ寝ちゃってさ、次の日とか起きれる？あ、次の日とか起きたり寝たりできる？よいしょ。で今日と明日連休なので、今日はお花見、明日は STU の公園行ってくるちゅんって。お、楽しんできてね。ね、桜は咲いてるんですか、お花見っていうことは、ね、英語は伝われば大丈夫よって。あ、本当ですか、ね、書けなくても口で説明すればいい感じになる。なんかね、書けなくてもなんか言える単語はあのちょっとあるんですよ。水曜はウェドネスダイって覚えたの。あー、私さ、なんだっけ、
え、でも私もその覚え方知ってるかも。ムザビットありがとうございます。布団から出たらテンション上がってしまったって、配信見ながら散歩してくるわって。あ、いいですね。でテンション上がっちゃったのね、すごいね。私は布団から出たらテンション上がらなく、もう眠くなりながらまずこたつに入ります。かわいこ発見ありがとう。おはよう。とりあえず言葉を読む書くより話す聞くが大事って。あ、なるほど。じゃあ私書けなくても話せればいいっていうことですか。頑張ろう。ちょっと1位になれるように。1日生活すれば生活リズムはリセットされるから平気って、すごいね。新社会人はるちゃんに夢中ね。もうこっちはいい感じに咲いてるよって。週末はお花見日和かもって。あ、そうなの。いいね。まだ新潟は咲いておらぬで。てか新潟ってどこに桜咲いてるの、わかんない。全然わかんなくてさ。ねえ、いいね。私もお花見したい。ね、はるちゃん算数ね、算数めっちゃ好きだったんですよ。で数学もなんか好きな問題もあるし好きじゃない問題があって、私連立方程式がめっちゃ好きなんですよ。でさ、何式を作りなさいみたいなさ、ああいうさ、なんて言うんだっけ、さ、なんだっけあれ、なんだっけ、何の問題だっけ、そういうのがめっちゃ嫌いで、だからね今までやってこなかったんですけど、今回学力テストで出ちゃったということで、めっちゃなんかもう分かんなかった。全然あの問題は捨ててた人間だからさ、ね、こたついいよね。48グループにない逸材ですか、チュン姫。チュン、ありがとうございます。今日はそろそろ離脱しなきゃんだって。夜配信はね、今日はね、できないんですよね今日。ね、悲しいことにできなくて。え、待って、これさ今日29日ねえ、明日もしかしてランウェイって。え、やばい、全然気づかなかった。そうじゃん、今日29日だった。え、曜日、あ、じゃあ日にち感覚忘れてた、やばいね、今日が28だと思ってた。ね、今日もお仕事頑張ってください。多分お仕事でしょ。おはよう。ブザビートありがとう。歩いてると外国人に道尋ねられること多いから英語覚えたって、すごい。昨日リリの県行ってたけど、前橋はもう桜満開だったよって。あ、そうなの。ねえ、リリの県 ね桜か、いいですね。私もちょっと桜見に行きたいですね。次からのお見送りでは英語話しますって。え、じゃあ私ずっとハローっていう、ハロー、テンキューって、ハロー、テンキューってずっと言ってることになりますね。あ、鶴亀山。懐かしい、なんか、その響きが。
学力テストでさっきまで YouTube で見てましたって。学力テストかね。えちょっと夕飯のさところがめっちゃ面白い。夕飯夕飯のところ何回見ても面白かった。ああ滑り込みセーフみたいなこと言ってさ、ちょっと時間経ったらああ滑り込んでし、あ違うなんだっけ、滑り落ちてしまいましたみたいな。あれ本当に面白かったね。おはよう。ね今日が29日なんだね。私今日が28かと思ってた。ねそうなんか。ね楽しみですな。これなんて読むの、高田城、これなんて読むんだろう。公園花見昨日からやってるの。お、〇〇なら一期生に伝説の先輩がいるって。伝説の、どうだね。明日はラーメン部さんのあれか、あの明日ラーメン部さん、待って今日が待って29日の水曜日なのかね。あそういうことね、木曜日か明日が。やばい曜日感覚もなくなってた。めっちゃうん今気づいてよかったね。木曜日だからラーメン部さんね。明日は俺の誕生日、ラーメン頑張ってって。頑張りますね、覚えときます。明日誕生日ね。夜はなし了解って。春祭りでまた会おうねって。また会おうね。今日は春祭りは18時からとなっております。待ってるからね、来てねー。ね気づいてよかったね。ねびっくりした。みんなのおかげです。おはよう。はるちゃんの大根と人参の問題の解き方逆にすごいと思ったって。あ本当ですか、ね、そんな褒められちゃったらもうなんかまた解きたくなっちゃいますね。1個の1個100円のリンゴを10個買ったら1000円だった。1個200円だったらどうなるって。オチがあります。1個200円だったら2000円じゃないの。え？どういうことだ？答え買わない？え、答え買わない？あ、そういうこと？うわ、そういうことか。すごい、この方。すごい。買わないか。確かに200円だったらね悩むね。うんうざびとありがとう。はるちゃんが知ってるお花見スポットなら安らぎ亭とか白山神社とかって。あ知ってますね。私でも知ってるところを出してくださってありがとうございますね。安らぎ亭とか行けばいいのかな。花見あの桜咲いてたら。桜を見たいなら安らぎ亭が近くておすすめって。ありがとうございます、教えてくださって。で、定義ありがとう。超10代のランウェイ頑張ってって。頑張ります。あ、上司寺尾中央公園もおすすめ。ソメイヨシノの数は少ないけど海が見えますって。海かね、海見ることは好きなんで
こっかな。可愛子発見ありがとう。ラーメンがな、ラーメンに聞こえるからこれは腹減ってるってことだよねって。確かにそうですね。お腹、私も空いた。もうラーメン食べたくなっちゃうじゃんそれは、ね、今度誰か体力て、あ、体力測定を企画してほしいって。確かに。でもね、私もねそれを考えたんですよ、体力測定的な企画を。でもあのショールームでできるかなって思って、ね、だからねやめといたんだけど、なんかスポーツ王的なことをやりたいですよね。おはよう。おはようございます。安らぎてぃってね、それもうルアシー安らぎてぃ。バカラ大学の入試問題なの？ん？上野で待ってますって。上野桜咲いてるっていうこと？これビッグサン周辺ね、桜咲くのか。リンゴまとめて買いする、あ、まとめ買いするから値引きしてじゃないのかね。じゃいないのね。確かに白山神社も咲いてるんだ。あ、もう咲いてる？ムザビタありがとう。カイコ発見ありがとう。高田、あ、そういうこと。上司公園の、あ、その上司だったのね今。そのそれか、上越市だから上司なの。上司公園、あ、なるほど ね、 ね、読み方を教えてくださってたのか。全国最大夜桜スポットなの？それは行かなきゃじゃないですか。夜か。でも上越ってさ、なんか遠いよね。ふざびたありがとう。かわいこはきありがとう。ビッグスワン周辺はまだつぼみなの？ね、つぼみね、なんか最近なんか私のあれかな、頭のバ、あのちょっとバカさにみんな気づいて、読み方、あ、読み仮名振ってくれてるのかな。ね、春はどこから来るんだろうってね。どこから、春はここから来ますね。私ですか？高田夜桜めっちゃ綺麗見たよって。うん、行きたいです ね、 ね、俺の近所の十歳池のしだれ桜のライトアップもいいぞってね。え、なんかめっちゃなんか行きたいですね。沼にはまりに来ましたってありがとうございます。女子は城があった場所という意味なの？そうなの。あ、そういうことね。いいね、そういうことか。あ、今日 おにぎり買いに行くんですか？ね、え、今日なんか、え、今日は、今日はおにぎりどなたですか？今日プロデュース、調べよう。あ、
奈良さん、リリかリリのかリリリリコンビだ。上越から来てくれるんですか。ありがとうございます。ね、新潟市内からタクシーで高田の夜桜行った人がいたと聞いたって、片道3万くらいしたってでよって。へえ、上越ってさ新幹線で行けなかったでしたっけ。あれ違う、それはあ、新幹線まで行けないのか。車じゃないと難しい系が。無理だ、無理だったね。どっかで降りて、車じゃないと無理。これこれ電車ん、これ どうやって新潟から上越って行けるんだろうか。電車か。ちょっと調べてみよう。調べてみよう。南か。あ、特急。特急で行けるって書いてある。新幹線と JR 特急。うん、あ、 JR 特急でもあ全部行けるんだこれ。うん、で、え、高速バスもあるの。え、あ、これか、これかな。ね、なるほどね。本当だ。でもなんか、え、2時間とかかかるんですねこれ。なんか3時間もあるけど、やばいね。お安く行くんなら高速バスなの。ん？じゃあ3時間。車が一番いいかとって。なるほど。北北線、ね、難しいね北北線。うん、沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます。おはよう、目覚めてありがとう。パパちゃんの車に乗ってワクワクする分近くなるって。確かに。おはよう。長岡から上越でも高速で1時間かかりますって。あ、そうなの。ああ、車で普通に行っても1時間以上なのか。なるほどね。ね、出遅れましたって。あ、来てくださってありがとうございます。おはよう。なんか携帯いじってるとさ顔がさ、なんかいや全然変わんなかった。おはよう。ね、高速で1時間持ってるの。ね、来てくださってありがとうございます。おはよう、ちゅん、おはようって。おはよう、来てくださってありがとうございます。今は、
て、今日って何時だ？あった、乗馬するしかって全国人のスタイルで花見行こうって、はるちゃんってね、はるちゃんちょっと馬乗ろうかな、じゃあ、いやーいやーって。美味しいカフェオーレ。南川先生おはようグルトですって、おはようグルトです、来てくださってありがとうございます。ね、今桜の場所聞いてるんだけど、柴田も咲いてるんだね。私は桜見たいからどこでも大丈夫。おはよう、来てくださってありがとうございます。うわ寒くなった、暖房が風なくなった今ね、上越意外と遠いのにね、確かに遠いね。ね、そこで一言、新潟、あ、新潟県は広いってね、それに限りますな、あ、ね、もうね、今なんか毛布来たんだけど、ね、なんか毛布来たね。新潟ってさ、やっぱり見た、広いんですね。まあ見た目だけで広さわかるんですけど、かわいい俺が懲りずに来ましたって、来てくださってありがとうございます、おはようございます。うん、裏押しで、裏押しはでも外あんまり出ないじゃん。新潟広いとかの以前にって、あ、私ですか、わいの話ですよねそれって絶対。いやでもね大丈夫、最近メンバーがなんか外連れ出してくれるので、ちょっとね新潟わかるようになったけど、まだね伊勢丹とか行ったことないですね。新潟県は長いんだっちゅうね。確かに長いね。なんかお父さんも言ってた、新潟入ってからが長いって。新潟県入ってから車で千葉から新潟をよく行ってたんですけど、ね、広いというか長いというかですか。これ村上からかな、これなんだ、これ村なんとか、どこだ、同じ県で300キロ、やばい。昨日の公演帰りにこの土曜の公演も申し込みましたって、 ありがとうございます、ね、楽しみだ。あなたです、裏押しチュンチュンって。裏押しなんですね私。
新潟県内は車ないと移動厳しいって。あなんかトミカみたい、車かわいい。伊勢丹はラブラ2から3分くらいだよって。あね、教えてもらいましたね。確かになんかローマ字で伊勢丹って書いてあるところを見つけたんですけど、どうやって中入っていいのか分かんなくてまだ行ってないね。あ確かに島根県も長いから端から端まで結構かかるよって。確かにそうだね。島根も鳥取島根とかもそうかもしれないね。で広島もそうじゃない。そしたらえ確かにさ、私千葉だったから全然さあれなんだよね、なんか広さとかわかんないけどさ。じゃあ高知とかもさあれなの？あ村上から糸魚川。あなるほど。が遠い。おはようちゃんですね。おはよう。スイスイと仲良くなったアネちゃんはアネちゃんにって。あ待って。昨日ね公園で話してたらしいですね、その話を。スイスイと、ね、仲良くなった姉は、いや姉2人とも仲良くなりまして、スイスイと。であのいちご狩りを行った方は姉ちゃん2で、あのでよくスイスイとゲームする時あるんですけど、はるちゃんはその時にあのゲームをやってたあの姉ちゃんはあの姉ちゃん1の方。あのデパート東京にもあるの。確かに。どうやってって1階の出入り口から入るのは普通ではって。いやその出入り口が分からん、まだあのどうやって入るのかが分かってない。うん、難しい。うちのベランダも広いの。なるほど、いいですね。私の寝床にできるぐらいですか。おはよう。天気がいい平日休みの朝、絶好の散歩日和、歩きながら配信聞くのもいいなってね。いいですね。東京都、確かに東京都は東京は行きやすいですよね、なんか端から端っていうか。コンサートで県内であるって喜んだら片道3時間とかあるからねって。そうなんだ。倒れちゃった、ね、泊まりに来るスイスイですよ。もう南川家みたいな感じですね。昨日の公演はまだ見れてなくて、でも途中は見たんですよ。あの途中は見れたんですけど、まだ全然見れてないからね、ちょっとなんかバグが発生してさ DMM で見れなかった。電波が悪かったのかな。ねそうだから全然あの見れなかった。
カーさんは三姉妹ですね。そう、三姉妹。いちごと聞いてストロベリーストロベリーいちごストロベリーが浮かんだわいってもうね、私もそうなっちゃうんだよね。中は起点が低いよって、地頭が良すぎますって、え、嘘、それ初めて言われた。バスセンターの2階からそのまま伊勢丹に続く通路があるって。あそこ伊勢丹行く道だったのかね。あれでしょ、あのたい焼き屋さんのところのね。静岡も広いね、確かに。土曜日はるちゃん に会いたかったが、お母さんが来るって連絡来たので今週は東京で過ごしますって。あ、そうなんだ、ね、楽しんでください。あ、千葉も、え、なんか広いって感じたことないですね、全然。なんか、あ、でも新潟来る前はなんか広いって思ってたんですけど、普通になんか電車とか移動しててもあーって思ってたんだけど、新潟来てからなんか新潟が広すぎて、なんかね、確かになんか最近は思わなくなってきた、千葉が広いっていう感じが分かんなくなってきた。スイスイは大食いなのかな、分かんない。え、スイスイ大食いじゃないと思います。花江ちゃんが大食いらしいって。あ、花江大食いだよ。花江がなんかご飯あの食べてるところを初めて見たこと、あのご飯を食べに行って見させてもらったんですよ。私びっくりした、花江ってあんなに食べれるんだって思った、ね、花江ちゃんとご飯行ったことあるんですけど、花江ちゃんめっちゃなんかびっくりしちゃった、なんか結構食べてた。はるちゃんの家族ならスイスイにも挨拶しに行かないとってね、もう家族みたいなもんですね。おはようね、三姉妹ね、全然似てない。でも声は似てるらしい、顔は全然、うん、似てないらしいですね。はるちゃんダンクできないですね、そんなジャンプ力ないかも、ね、ダンクできない。なんかあの幼稚園児が使ってそうなさ、あの小さいバスケットゴールのさやつあるじゃないですか、あれだったらダンクできそう。静岡は行ったことありますね、結構あります。静岡に買い物しに行ったりはしてますね、南川さんは。うん、長岡、伊勢丹に長岡小島屋さんですか、うん、木更津の方とか行くと広いって思っちゃって、あー、なるほど、普通の三色団子ですか。え、わかんない、待って、有名なんですか。昨日鈴木あねさんの卒コン泣きすぎてお尻痛いって、泣きすぎてお尻痛くなることってあるんだ。ねえ、はるちゃんのオフライン
撮ろうか迷ってるんだけどどんな感じって。めっちゃ楽しませます。頑張って気合で。どんな感じなんだろう。なんか親しみやすいかもしれない。わかんない、全然わかんないです。自分的にはわかんない、ね、ぜひぜひお待ちしてます。実は東京から千葉より新潟から長岡の方が遠いの。あ、そうなんだ。だからなんか遠く感じるのか。ハナエが食べるところ見るハルちゃんの動画はよって待って、ハナエが食べるところを見る私の動画ですか。それはなんかハナエが食べるところの動画じゃなくて、私がその光景を見てる動画ですか。面白いな。なんかねえ、スイス俺だ大好きだよで言っときます、任せてくださいって。嘘ね、任せられないなそれはね。私も大好きって言ってほしい。お腹鳴ってるとよく配信で言ってるの。あ、花江ちゃんですか、ね、花江ちゃんは本当に皆さんが思ってる想像以上食べます可愛い子発見ありがとう。沼にはまりに来ましたって、ありがとうございます。俺を混ぜたら4姉妹になる。確かに4姉妹似てなくても姉ちゃんも美人系なのかなって。わかんない。あ、でも可愛い系ではないかも。うん、ね、確かに美人系かもしれない。私も私が三姉妹の中で私が一番可愛い系よりかもしれない。そのぐらいなんか姉ちゃん二人は美人系側にいるかも。なんか可愛くないのに可愛い系って言ってなんかちょっと虚しくなってきてる可愛い子発見ありがとう。オフラインはるかちゃん可愛すぎてな、何なりそうこれ。なんだろうね、はるちゃんバーガーを試食するはなにょんって。はるちゃんバーガーを試食するはなにょん、はなにょんって呼ばれるようになったんだ。はるちゃんはみなみかちゃん好きかっこ嘘だもんね。嘘、うんうんってやだな、なんか嘘いらん。むざびたありがとう。今夜タトゥー彫るんですがちょっと変わってもらえますかって。私初タトゥー彫る、あ、タトゥーもう言えないんだけど、全然タトゥー彫ることになるんだけど初なんですけど、それ、ね、痛そう。じゃあ私無理かも、逃げる。可愛い子発見ありがとう。これ発狂ですか、発狂、発狂するっていうことかな、ね、ということは姉ちゃん2人とも和服似合うじゃんって。確かに似合うかもしれん。今度姉ちゃん紹介してくださいってなんでよね、はるちゃんじゃ満足いかないってことか。よくわかりました。はるちゃん私が一番可愛いでね、ちょっとそれ語弊生まれるな。違うな、南川家の姉妹の中で言うならそう、そんな感じです。可愛い系は私で、二人は美人ですね。
背中一面なんでかなり痛いですから頑張ってくださいって。あ、背中なんだ。いや痛そう絶対。私逃げるよそれ。私タトゥーは絶対無理かも、入れれない。だってさ、なんかタトゥー入れてるさ動画をさ見たことあるんだけどさ、なんかジリジリみたいなさ音が鳴ってた。うざびたありがとう。いや、やきもちはるちゅんかわいいって、ね、はるちゅんかわいい系じゃないけどありがとうございます。はるかちゃん本当に一番かわいいって、え、ありがとう、嬉しい、喜んでる。そう、はるちゃん美人系だと思ってるから三姉妹では可愛い系は意外って。あ、そうなんですよ。なんか多分南川の母があの美人系なんですよ。あのなんか気まずいな、なんかこういうこと言うの。南川の母が美人寄りだからね、だから私もそっち寄りだと思う。もう背中しか空いてる箇所がないんですよって、やばいね、すごいね。私は無理かもね。え、背中はちょっと怖いな。可愛い子発見ありがとう。ウルトラの母みたいな言い方、ウルトラマンの母みたいな言い方。見た目じゃなく内面的に可愛い面いっぱい出てますよって。あ、本当ですかね、それは嬉しいですね。ちょっとね、なんか私そんな内面的に可愛いってあんまり言われたことないんで、とても嬉しいでございますね。ね、おはようございます。あ、パパが可愛い系なの、それは初めてだな。パパ可愛い系なのかな。会社着いたので仕事行ってきます。今朝もありがとうってね、ありがとうございます。お仕事頑張ってね、ありがとう。おはよう。今日朝ごはんまだなんですよ。え、でもあれですね、あの今日のご飯はなんかまたヘルシーなサラダだと思います。最近サラダにハマってます。南川はるかちゃん話し方も可愛いって。え、ありがとう。何、今日褒める会ですか。南川を褒めよう会みたいな、そんな感じですか今日は。ね、ちょっとおバカなところ可愛いですってそれ褒められてるかな。まあでもまあありがとう。おバカなところも可愛いということは嬉しいですね。うん、うざびたありがとう。まだ推しまでは行かないが、はるちゃん最近気になってるって。え、嬉しいな。ね、頑張ろう。南川ちょっと頑張るね。じゃあね、めっちゃ気になるってなってもらえるように。おはよう。うざびたありがとう。はるちゃん可愛いしいい子だからみんなに紹介してるけど、裏推しってちゃんと言えるしって。え、ありがとう。
なんでだろう、なんで、なんか今日みんな褒める回ですか、私のこと。そういう回ね。おはよう。全然ダメよ、悲しい、無理だ。ねえ、可愛い子発見ありがとう。おはよう。みんなが褒めてるからいじり担当の俺が出番かって。ね、ちょっと出番じゃないですね、いじらないでください。なんで沼ったかわからないっていう不思議な魅力があるのよって。ありがとう。なんだろう、なんか今日はみんな、今日褒める日っていう感じですか今日は。はやちゃん褒められてるけどドヤッとするから落とさないとってそんなドヤってない気がする。パフォーマンスしてるはるちゃんしか見たことないけど可愛さがいつも溢れてますよって。嬉しい、ありがとうございます。なんか今日はめっちゃ褒められますね。これはもうなんかもう嬉しい杉本ですね。嬉しい杉本。私は一目惚れなので全部が好きちゃんって。ありがとう。私も好きメロです。これはもう嬉しい杉本。嬉しすぎもっとってね、なんかめっちゃ使えるの、ね、嬉しすぎもっとって。てへ、たらかちゃん褒める回素敵って、定期的に開催しなきゃってねえ、ちょっと開催してくれるんですか。それはとても嬉しいですけど、俺もいつの間にか春沼に沼ってるって。ありがとう、なんかありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。なんかみんななんかめっちゃ褒めてくれるから、私もじゃあ恩返ししますね。じゃあ私も褒めればいいね。新規推しメン、推すメン、推しメンですか。可愛く発見ありがとう。丸々杉本もあれば、杉本、あ、杉本もある、杉本、初めて聞いた。杉本、杉本には木本が隠れてるので2人前、2人前。みなみかわちゃんってアイドルだったんやねってさっき知りました。ドンって、待って、あれなんか、私アイドルですよ。いやびっくりした、アイドル、なんだろう、私ってなんだと思われてた。実際みなみかわさん東京オフ会でハマりましたって。あ、本当ですか、それは嬉しいですね。ね、私ね、ちょっと嬉しい杉本ですね。それはおはよう、ありがとうございます、来てくださって。
沼にはまりに来ましたってありがとうございました。あ、ありがとうございますだね。芸人さんではありませんね。違いますね、芸人さんじゃない。自分が自分を褒めるってただの自画自賛ってでも私そんな自画自賛しない子だもん。おはよう。4月1日、あ、1日からは職業欄にアイドルって書く人ですね。確かに、はるちゃんアイドルにはですね。あ、アイドル南川アイドル分かる。あ、アイドルってその愛なんかキュンだ。春沼って居心地がいい感じする。嬉しいですね、なんかこんなに褒めてくれるなんて。ねえ、学力テスト見ましたって結果がすごいって。それ褒められてる？ねえ、すごいってね、すごいだろうって言いたいけど、それ多分褒められてるね。勝手に配信してる人だと思ってましたって。あ、そういうこと。で、私実はアイドルをねやらせていただいてます。南川です。おはよう。たちゃんは考えたことなかったですね。で、受けない、今のところまだそういう予定はないですね。あ、自画自賛する子の方がむしろ珍しい。確かに期待通りの結果で笑えたってね。期待のもう次は大丈夫だもん。次は期待通りの結果にならないように頑張るもん。で、なんてったってアイドルって歌い始めちゃうよ、はるちゃん。今何時だろう。あ、24分じゃん。あとちょっとで終わっちゃうやん。ねえ、配信時間ってなんでこんなに早いんですかね。私もう1時間半をやらせていただいてるんですけど、一瞬で終わっちゃいましたね、配信。そのためには勉強しないとってね。もう勉強終わったと思ったのにまた勉強しないといけないね。常連王になっちゃいましたね。なんか常連王っていうかあれですよね、なんかチン回答が多いんですかね、なんかわかんないけどめっちゃなんか私の回答が出てくるという。ちょっと待って、今大丈夫だよね。おはようね、次も期待してますよっていや次はちょっとね、あのテストは抜き打ちすぎてちょっとびっくりしてね、勉強できなかったんですけど、次はちょっと勉強していきます。まあ抜き打ちだったら勉強できないんだけど、ね、おはよう。おはようございます、来てくださってありがとうございます。やれ、あ、多分やればできる子ってTYDK ですか。 TYDK、 私多分やればできる子って来月のミカニャンの写メ替え、今から緊張してきたってね。それは緊張しますね。国語の問題普通に難しいと思ったってね。難しかったです。みんなにも解いてもらいたいぐらい難しかった。
リリカ様のバラサドって何？ねえ、なんだろう。ね、対抗しないとね。あ、TYDK はあのやればできる子は YDK じゃん。で、多分やればできる子で TYDK。ね、YDK、私やればできる子ですよ。ね、やってないだけです。あ、でもさ、勉強ってさ、結果に現れるじゃないですか。だから、まあね、あの勉強は何？何？勉強してないというか、勉強してないからこういうなんか感じになっちゃってるけど、ね、勉強したら多分みんないい席は取れるはずだから、うん、ね、ただ勉強してないだけの人間ですね、はるちゃんは。多分って、そう、多分保険かける、そう、保険かけないと私はちょっとね、自信ないので TYDK ですね、はるちゃんは。よし、ランキングを読もうかしらね。リベンジ期待してますってね、頑張りますね。次回いつ頃やるのかな。多分1年後、1年以上経つと思うので、勉強したら一番だもんねって。そうですよね。ね、あのただ勉強してこなかっただけなので、スポーツ優先しちゃってたので、運動を。だからただやってこなかっただけで、やったら本当はできるみたいな。元気と笑顔が一番って、あ、そうなんだよね。女は愛嬌ですからね。勉強より愛嬌が良ければね、うんうん、やらなくてもできる俺は YNDK ですねってすげえ、やらなくてもできちゃうんだ。ブザビタ、ありがとう、ありがとうございます、おはようございます。こにゃにゃちはですね。ね、ちょっとランキングを読まないと。うーん、今日は18時からね、NGT48 の公式、ショールームなんだろうで、配信がございますので、皆さん遊びに来てね。配信で待ってます。それではちょっとランキングを読みます。13位からいきます。13位、ヒロンヌマちゃん、ありがとうございます。12位、アスリートちゃん、ありがとうございます。11位、おじゃちゃん、ありがとうございます。10位、ケンジちゃん、ありがとうございます。9位、イチローナーバイちゃん、ありがとうございます。8位、茨城のゆうきちゃん、ありがとうございます。7位、ドラミちゃんのまちゃん、ありがとうございます。6位、チッチのまちゃん、ありがとうございます。5位、音速の貴公子ちゃん、ありがとうございます。4位、南川ごちゃんのまちゅん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 、ありがとうございます。ちゅん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 、あ、あってた、いや、多かったかなこれ。3位、坂井のはしんいちちゅん、ありがとうございます。2位、ビールバラちゃん、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルルルルン、ゆきちゃんです、ありがとうございます。パチパチね、ありがとうね、またのって、ね、また来てね。ウザビタ、ありがとう。ね、はいちゃん、またねって、また来てね、みんな。ありがとう。来てくださってありがとうございました。ね、また、何時だっけ？あ、18時の、3期生の公式、あ、3期生のじゃないな、NGT の公式ショールーム配信で会いましょう。18時。ね、またね、いつもありがとう。で、こちらこそです。今日も配信ありがとう。化粧とか準備しながら配信見れてとてもいい朝だったって。え、嬉しい。ね、また来てね。
配信ありがちょんって、こちらこそです。来てくださってありがとうございます。何もしなくても可愛い。みなみかちゃんは NSKM ですねって、ありがとう。ね、可愛く発見ありがとうございます。リンダリンダで、後ほど会いましょう。またねみんな、バイバイ。またね、お仕事頑張ってね。バイバイ。